二和の日教11月15日から1999年10月4日、解明前は二和の鹿像は日本の宗教家で仏教系新宗教の在家教団立証、厚生会の開祖会長。彼は立証厚生会を創立し、一代で一時期は信者交渉約170万世帯700万人以上を要する大教団に育てた。また百七十九年、 宗教界のノーベル賞と言われるテンプルトン賞の日本人初の受賞者でもある。1906年11月15日、新潟県中尾沼郡東下町をあざすが沼の農家に二羽の重吉の次男、二羽の鹿蔵として生まれた。小学校を卒業後、16歳で上京。米国店や新探店に勤め、漬物店や牛乳店を営む傍ら、 自分の子供の病気をきっかけに信仰に目覚めた。疫学や修験道など様々な信仰変歴を重ねた末、ホッケ行信仰の道に入る。1935年にホッケ新宗教教団の霊友会に入会し、当時教団幹部であった荒井助信よりホッケ行の講義を受け指示する。1938年3月5日、 かねてより支持する新井の強力な勧めもあり、庭野は長沼生と共に、霊友会を脱退し、国中会出身の村山日常らほか、約30人の信者で、北ッ業をよりどころとする大日本立証構生会を創立した。この会創立と共に、庭野は日高市に改名し戸籍登録。創立当初の同会本部は庭野が当時、経営していた東京。 中野の牛乳販売店の2階に置かれた。会の早々期は、早朝に牛乳配達を終えた後、自転車の荷台に長沼を乗せて深夜まで、二人三脚で寝る間も惜しんで、不況に駆け回った。1943年、村山日常会長、石原宿太郎副会長がそれぞれ退任。後継として、実質の運営、指導者である庭野と長沼がそれぞれ、会祖会長。 副会長に就任、名実ともに、庭の会長、長沼副会長体制がスタートする。同会は、1948年に立証厚生会、1960年に立証厚生会と解消。信者が車座になって、互いに悩みを語り合う、法座活動などで順調に強制を伸ばした。しかし、1950年代後半には、 会の共生が急速に伸びていく中、連日全国から派生参じる大勢の信者を受け入れる、道場や宿泊施設が手狭なために、本部施設、建設用地が慢性的不足に陥った。また、教団の運営、管理部門を収容する施設や本部根本道場の建設が急務となる中、その教団施設建設用地の取得問題や、霊視霊感による半ば強引な布教活動が、 マスコミから、格好の批判の的となり、衆院法務委員会から参考人召喚を受ける。ニワノは、この批判に対し反発、反論を行わず、信者代表や外部の学識経験者も交えた、諮問委員会を設けて、教団のあり方を見直し、事案に対しての調査内容を、教団内外にそのまま発表した。さらに、当時教団内で、ニワノより霊視、 霊感に引い出た長沼のカリスマ性ゆえに一部教団幹部より長沼教祖2話の会長待望論や副会長の長沼を会長に要して新教団独立を模索する動きが起こり一部は二話のへの式典出席拒否などの排除行動にも現れたこの動きは1957年かねてよりわずらっていた持病の悪化により長沼が死去したことで 自然消滅し自体は収束した。しかし庭野は、待望論を論じたり新教団の独立模索を主導した教団幹部の責任は一切追求せず、その後も従来と変わらず徴用し続けた。長沼の没後、庭野は、北ッ行業と協議を基盤として、教団の近代化と気候改革を図るとともに、信者に対しては、個人救済から、 社会全体の救済へと会の運動、信仰の理念を発展させ、社会奉仕を目的とする、明るい社会づくり運動、節約した食費を途上国援助などに寄せる、一食を捧げる運動を提唱。ユニセフ支援、アフリカ援助アフリカに毛布を送る運動などに尽力した。また当時より自由民主党などの支持団体として、政界にも発言力を持つ。 他宗派との宗教協力にも取り組み、日本宗教連盟理事長などを歴任。1965年仏教とはもとより、異教宗教者として、初めて第二バチカン公会議に招聘された。その際、当時のローマ教皇パウロ6世から諸宗教の融和を説かれたことをきっかけに、国際的な諸宗教の対話による平和の実現を決意。 世界宗教者平和会議アジア宗教者平和会議を創立し、1970年京都で開催された第1回世界宗教者平和会議を皮切りに、宗教者が宗教協力と対話からもたらす平和活動を推進した。また1980年6月、前年9月にイランの首都テヘランで発生したイランアメリカ大使館。 人質事件の早期解決と人質の解放を求め、実行指導者とされた保明2子と会談を行い、国連軍縮特別総会でも1978年、1982年、1988年の3回、非政府組織や立証構成会の代表として、核兵器廃絶などを訴えた。国内では新日本宗教団体連合会創立に参画し、 1951年10月結成。また非総連との縁で、日蓮宗はもとより、天台宗ともつながりを持ち、1987年進行の、深い山田絵体第253代、天台座ステーションによる非営山宗教サミットに、長男で、現、会長の庭の日、公と共に出席、国内外を問わず宗教者同士との対話と協力を、通じての平和活動に邁進した。 1979年、宗教協力による平和活動の功績で、宗教界のノーベル賞と言われるテンプルトン賞を日本人で初めて受賞し、受賞会場のイギリスウィンザー城にて、基調講演を行った。またこのほかにも、アルベルト・シュバイツァ博士の生誕100年を記念して、創設されたユニクエスト・シュバイツァー賞、ローマ教皇庁の体制グレゴリウス勲章。 キリスト教、ユダヤ教国最強議会のインターフェースメダリオンなど、数多の将軍を受けた。1991年11月15日、立正厚生会大聖堂で、宝刀継承式が挙行され、長男の庭の飛行に、会長位を異乗して、初代、会祖となった。この後も、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世と共に、バチカンで開かれた第6回世界宗教者、 平和会議に出席するなど引き続き宗教隊は宗教協力への活動を続けた。1998年の秋に風を悪化させ入院。翌1999年3月には教団の式典に出席したものの、同年4月から再入院。1999年10月4日午前10時34分、東京都中野区の病院で老衰のため逝居。去年92。 葬儀、告別式は、開祖葬として、同年10月10日、東京都杉並区和田2丁目の立証、厚生会大聖堂で挙行。国内外の新宗教団体、仏教、神道、キリスト教などの各宗派宗教者の代表及び政財界関係者、信者ら延べ約6万人人列。その列は、杉並の本部周辺の道路にまで及び、数キロメートルにわたり続いた。 庭の日、公会長は、庭の日経を改祖へ、法号、改祖日系一条大師を追増。また、2000年10月1日には、庭の改祖を検証する、一条法とを立証、厚生会本部内の法輪閣庭園に混流した。ありがとうございます。